変身のやつどこ行きやがった。あ、行きやがったな。パパめ、行くぞ、カメラが、しまった。よし。はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、ナーフをいくつか購入してきました。はい、はい、エリートソニックファイヤーストロングアームってやつだね、うん、これ連射できるやつね、ドドドドドってね、すごいね、かっこいいよね、トヨタアスデンテ。それと、このナーフの上につけるターゲティングライトビームってやつ、ああこれあるとエイシン君楽でしょ、うんうん、ピーギュー。そしてこれが的だね、トラックアウトターゲットってやつですね、うん、はい、はい、これらを使ってちょっと今回ねバトルしたいなと思います。エイジ君はこれ使うんだけど、あとこれね、そうそう、パパはこれ使いたいな。あーこれね、これスターウォーズローグワン の、 あのキャシアン、うん、キャシアンアンドのブラスター、これもナーフだから、そうだね、うん、これちゃんと音もなんだけどちゃんと出るから、うん、うん、すごいね、これをパパは使いたいと思います、はい、あとエイジ君はエクストラでドン、これメガナーフのね、うん、これを使いたい、そう、これをすごいね、メガナーフだから弾がでかいんだけど、うん、だからこの倒す確率もすごい上がるね、うん、はい、じゃあ全部開けていきましょうか、うん、じゃあまずはこのソニックファイヤーから開けようか、うん、よいしょ、わあ、うわー、弾は6本入ってましたね、うん、じゃあセットしてみてくれる、はい、これも開けるよ、ターゲティングライトビーム、うん、これも開ける、はい、ストラックアウトのボードだね、うん、じゃあ組み立てていきましょう、うん、はい、ということでストラックアウト組み終わりました。こんな感じだね、うん、ここに弾が当たるとこうやってパッて倒れる感じ、うん、結構強い勢いじゃないと倒れないね、これね、そうだね。レーシン君のソニックファイアこちらですね、うん、撃つときはどうすんの、一回リロードすんの、こう、こう、こうカチッとやって、うん、それでこのトリガーをカチッと押せばビューンって、一回ちょっと放ってみてください、はい、パパは手に放って、あ、いて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 、なるほど、こんな感じだね、結構痛いよ、なるほど、ね、で、弾入れるときは、うん、このオレンジの部分、うん、カチッと押して、そのままギュッと出すと、あ、なるほど、それで入れられる、で、ここにさっき出した弾を入れれば、そして戻すときは戻すと、あ、これで OK、 OK で、リロードするんだね、そう、あとこれがターゲティングライトビームだね、これは、うん、この辺につくのかな、こうやってスライドして、あ、なるほど、なるほど、うん、で、この上につまみがあって、これがスイッチになってるね、うん、回すとスイッチを、あ、光ってるでしょ、うん、あ、こんな感じ、緑のやつ光ってるね、うん、ただね、思ったよりもそんなに明るくないかな、うん、だから太陽の下でやる場合、これあんまり意味ないかも、うん、そうだね、室内でやる場合は意味あるかもね、うん、暗いところで、そう、で、今からね、我々外出て対決しますので、これあんまり意味ないかもしれない、そうだねじゃあ外出て対決しましょう、はい、はい、ということで外やってきました、はい、じゃあ対決していこうか、うん、後ろにね椅子用意して、その上にストラックアウト置いてます、うん、で、結構ね硬いのよ、マットが、だから当たったところ、うん、当たったところの得点の高い方が勝ちにしようか、そうだね、うん、それぞれ9発打ちます、うん、はい、でどっちが高いかね、エイシン君はこの辺から打って、パパももうちょっと後ろから打って、はい、ちょっとハンデありでやりたいなと思います、うん、じゃあ早速対決していきましょう、はい、じゃあエイシン君お願いします、はい、いきます、お、9に当たったかな、6に当たったよ、6、うん、おお、取れた、今度こそ9だ、うん、はい、外した、外した、あー、外した、外した、あー、また外した、あれ1かな、ちょっと1、一応倒しておいたよ、うん、はい、じゃあ、あと3発残り、エイシン君頑張って、はい、ダメだね、うん、おー、5当たった、5当たった、よし、あと1つ、最後一発、あー、外したということで、エイシン君が倒したのは6と1と9と5、うん、うん、なので21点だね、イエイ、うん、結構いいね、うん、じゃあ次パパやっていくね、うん、はい、じゃあパパ行きましょうね、はい、これだけ、これだけ離れてたね、はい、じゃあ行くよ、うん、そう、パパじゃなかった、せーの、トウ、3に当たったね、3、すげえ、5に当たった、2かな、2だね、トウ、あ、当たってない、ここだね、うん、すげえ、トウ、おお、5、5、バチンと当てた、いいね、いいね、そっか、上に当てればこれ落ちるな、そう、倒れるな、トウ、おっしゃ、うわ、7、7、すごいパパ、よし、連射してる、そう、あー、外した、あと3発、うん、
頑張ろう。このナナのところにスカッといったよ。そう、あー、9当たったかな。当たってない。当たってない。当たってないか。うん、ここに当たった。じゃあいくよ。そう、あ、4当たった。4、マジか。よし、最後の一発、はい、最後の一発聞いてね。そう、あー、外した。パパは2、5、3、7、4で21ポイント。エイシン君同点だね。同点だ。じゃあもう一回やろうか。うん。じゃあ今度はエイシン君は例の隠し武器使っていいですよ。あ、やったー。じゃあもう一回やろう。うん。はい、じゃあエイシン君メガナーズでやってください。えい、どこ当たった。6。うん、失敗。外した。はい、あ、また外した。4発目。こっちの方が難しいんじゃない？お、7番に当たった。8。8か。はい。外した。はい。6発目。おー。外した。外した。すごい、すごいパワー。外した。外した。お、7番に当たった。よし。はい、ということでエイシン君メガナーフの効果あってか30ポイント。イエーイ。これはきつい。じゃあ次パパやります。はい。じゃあパパ2回目いくよ。はい。パパも高得点でやっていかないとな。うん。お、あ、外した。よし、外した。2発目。お、お、5番当たったね。5番当たった。お、6番当たった。6。あ、3か、上か、その真ん中、3か。 3? 3。お、どこだった。6。 6? OK、OK。 お、おし、9当たった。あ、9、9。お、おい、1。1か、とこ当たった。あとパパ3発。お、あー、確か。あー、外したね。お、よし、4番いった。パパが倒したのは5、9、3、1、6、4ってことで28ポイント。負けちゃった。勝ってた。メガナーフのパワーがすごかった。というかちょうどね、高得点の時にまた出てからよかったね。面白かったね。うん、すごい面白かった。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか見たいなと思った方はぜひいいねボタンの上からグッドライクお願いします。そしてぜひお友達に申し上げてサイトセーフチャンネルよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。